Hello, this is Tonton Train. Yay! How are you today? Okay, ここでお知らせです。先日、募らせていただいたトントンコミュニティデイの基金なんですが、こちらですね。無事3日間で6万円という金額に達成したことをここにご報告させていただきます。皆さん本当にありがとうございました。ですね、本当に何言われるか分かんないなっていう覚悟で、お金を巻き上げて何やってんだこの YouTuber みたいなね、実際そういうコメントもいただいたんですけれども、そんな中基金を集めることができましたので、オフ会を開催させていただこうと思います。トントントレイン初オフ会ですね。ということで、東京編は8月の18日土曜日、お台場の潮風公園の夕日の塔という場所で、とりあえず集合場所とさせていただきます。時間はだいたい13時から夜の19時、まあ7時、お昼の1時から夜の7時ぐらいまで、7時ぐらいまでを想定してます。で、途中参加で、もちろん途中退場もありだと思ってます。で、長い時間ね、撮ったのはできるだけ多くの皆様と交流したいなっていうのがあったので、例えば5時とか夕方から参加されてもいいと思いますし、お昼食べ終わって、ね、その途中から参加される方でもいいと思いますし、お子様連れの方なんか、僕もね子供いるんで分かるんですけど、そんなに長くね、いることって多分難しいと思うので、途中で帰られて全然構わないと思うので、そんな感じで長い時間撮ってますので、お気軽にぜひお越しください。はい、あと大阪編、大阪は8月の26日日曜日、集合場所を大阪城公園の、大阪城公園の教育棟前広場の西側か、森の宮の噴水横のどちらかで今考えてます。問い合わせしたところ、大阪城ホール前の噴水広場っていうのがイベントがあるらしいですね、この日。なのでちょっと混雑するらしいので、ということで公園側からこの2箇所をおすすめされました。 で時間も一緒です。13時から、19時まで、1時からだいたい夜の7時までを考えてます。で、その時間の中で聖地と言われる天保山も行ってみたいなと思ってますし、通天閣ですかも回ってみたいなとかも思っているんですが、それをやっちゃうと大人数で電車に乗ってっていうことになると思うので、とりあえず天保山に関して、天保山、通天閣、グリコ、その辺はちょっと情報を調べると、大人数で行くような場所っていう感覚はないなっていうイメージ、僕の勝手なイメージですけどあったので、僕のフリータイムで天保山、通天閣、グリコ、その辺を行こうと思ってます。なので、オフ会、交流会としては大阪城公園の先ほど言ったで、集合させていただいて、レイドがあればレイドしてみたいな感じです。で、内容としましては、皆さんと交流する、1対1でお話しする、順番でどれくらい集まるかはまだ分かんないんですけど、ね、1対1でお話しする時間、それぞれ皆さんと設けさせていただいて、写真なりサインなり時間を設けさせていただいて、皆さんと交流すると。で、レイドとかあれば、まあレイドしに行ったりとか、まあ、その時の状況次第でいろいろ動いて、行こうかなと思ってます。東京も一緒です。で、ツイッターで随時、今僕らはここにいますよとか、ご報告しますので、途中参加の方はそこを目指していただけるといいのかなと。で、とりあえずみんなが集まったところで暗くなる前に集合写真とか撮らせていただこうかなと思ってます。で、まあ YouTube に上げる前提でいますので、映りたくない人、映っちゃまずいとか、そういう方はあらかじめカメラから出るとかしていただけると助かります。多分それなりの人数が集まると思うので、その人を認識してモザイクかけるっていうのは多分ちょっと難しいと思うので、じゃあ撮りますねとか、多分その都度お伝えすると思うので、その時に私映りたくない、じゃあ子供だけとか、子供もちょっと顔出し無理ってなったら、ちょっと外れていただくとか、そういう感じでお願いしたいと思います。はい、本当に
ありがとうございます。直近で東京のオフ会ね、土曜日に行われますが、天気も良さげなので、あの熱中症とか注意しながら、僕自身もですけど、あの楽しくやりたいと思います。で、両会場の大阪にしろ東京にしろ撮影許可、開催許可ともに得ていますが、あのやっぱりね、公共の場なので、皆さんの迷惑になるようなことがあったりとか、まあ、警備員さん、あら並びにその近公園にいらっしゃってる方が苦情を出されてね、なんだあいつらっていう感じになっちゃうと、僕も含めて強制退場、ね、解散する羽目になってしまうので、それちょっとあれなので、みんなでマナーを守ってね、あの楽しい会にぜひしましょうっていうところで、オフ会の告知動画になります。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ぜひ楽しい会にしましょう。で、前回ですね、 UFO キャッチャーの才能もあるんですねってことで結構反響あったので、他のも出しておきました。チョッパーとかコナンとかドラえもんとか他にもあったんですけど、日本出る前に処分したものもありまして、こんなところです。最近はやってないですけど、だからお台場だと UFO キャッチャーもあるので、そこをみんなで行って撮るのも面白いかもしれない。大阪にもどっかにあるのかな、ごめんなさい行ったことないんであれですけど、まあそんなところです。ということで、ぜひよろしくお願いします。トントントレイン、コミュニティデイオフ会、まあ英語で言うとミートアップなんですけど、勝手に名前つけちゃいます。コミュニティデイ in 東京 and コミュニティデイ in 大阪、 Let's enjoy、 楽しんでいきましょう。